旧掛か,か郵便局は、静岡県岩田市白葉29の2にある建築物。1935年に建てられた旧掛か,か郵便局局舎と、明治時代中期に建てられた旧掛か,か郵便局像が、登録有形文化財に登録されている。旧掛か,か郵便局像天竜川川口部にある、掛か,かには、掛か,か港があり、江戸時代の掛か,かは、 天竜川を下った材木を運搬する海鮮業で栄えた。かけつかの町を南北に走る通りに西面して、究極者が立っており、その後方に蔵が立っている。1935年の建築。石像建築風のモルタル塗りである。当時の東京では外観のみを洋風とする建築様式が発展しており、かけつかの近代化を示す貴重な建造物とされる。 昭和初期の純公共建築物の貴重な例として評価されている。木造2階建て、寄せ棟造り、鉄板武器及び三加藁武器であり、建築面積は178平方メートル。正面上部には固定による郵便マークの彫刻があり、正面上部両端には軒飾りがある。後方には平屋の和風住宅がある。 1883年から1897年の建築。外壁に伊豆石が張られたバリで石像建築風である。江戸に木材を運んだ海鮮は、キロで、かけつかに伊豆石を持ち帰った。かけつかには、伊豆石が用いられた蔵が多数あり、旧かけつか郵便局像は、かけつかの歴史を語る建造物とされる。当初は、海鮮丼屋である。 松下家の蔵だったが、後に、同じく海鮮問屋である長谷川家が購入した。木造2階建て、寄せ棟造り、三河原ら吹であり、建築面積は33平方メートル。桁行き7.3メートル、張り間4.6メートル。西面する入り口に日差しがついている。窓周りの表現には、技巧が凝らされている。ありがとうございます。